第二次世界大戦終結後、世界は東西に二分された。冷戦と呼ばれる時代の幕開けである。よう、また会ったな。俺だ、通りすがりのメタルギアフリークだ。今回はシリーズ最高傑作とも名高いメタルギアソリッド3の話を、過去を振り返るようにみんなに伝えたいと思う。このゲームは控えめに言って最高の作品だ。この話で改めて興味を持った人は、ぜひメタルギアシリーズを実際にプレイしてみてくれ。それでは行ってみよう。1964年8月24日、俺はソビエト領グラズニーグラード密林の遥か上空3万フィートをガンシップに乗り揺られていた。この時の俺はアメリカ CIA 所属のフォックス部隊の一員として隠密任務バーチャスミッションに参加していた。今回の任務はソ連の兵器開発の第一人者ソコロフの亡命支援だ。ソコロフは一度西側に亡命したのだが、2年前のキューバ危機の交渉の材料として再度ソ連に引き戻された。ソ連に帰国したソコロフは兵器開発を強要されていたが、再度西側への亡命を望んだため、俺が救出に向かい、ソ連から共に脱出し亡命を成功させることになった。さあ、人類初のヘイロー効果の始まりだ。ソ連国内の山中ゼリノヤルスクに単独潜入、ソコロフの安全を確保、西側へ奪還することだ。例の兵器が完成する前にソコロフを奪還しなければ大変なことになる。残された時間はわずかだ。ソコロフ救助確認後、リカバリーポイントで待て。回収用気球をポイントに投下する。クルトン回収システムだな。理論は聞いたことがある。安心しろ、実績もあるシステムだ。予備タンクの燃料を考えてもタイムリミットは4時間。順調にいけば数時間で終わるミッションだ。夕食には帰れそうだな。もしスムーズに運ばなければ。夕食だけではなく朝食も。今後の食事はジャングルで取ることになる。さて、無事に着陸したはいいが、ここからは敵地だ。無線は傍受される危険がある。俺とゼロ少佐は互いをネイキッドスネークとトム少佐のコードネームで呼び合うことにした。俺たちフォックス部隊は隠密行動の単独潜入に特化したスニーキングミッション専門の部隊だ。そのため侵入の痕跡を残さないために武器や装備は現地調達が基本だ。そんなワンマンアーミーの俺を無線でバックアップしてくれるのが、医療に特化したパラメディックと、そしてもう一人。ジャック、聞こえる？何年ぶりかしら。返事をして、声を聞かせてくれる？ああ、5年と72日18時間ぶりだ。どうして突然俺の前から消えたんだ？極秘ミッションだったのよ。あなたはもう一人前だったわ。いや、まだ教えてもらいたいことがあった。いいえ、戦闘の技術は全て教えた。何もかもあなたに教えた。確かに技術は、しかし兵士としての精神は。兵士としての精神？それは教えられない。真技体、この中で他人から教わることができるのは技術だけ。むしろ技術はどうでもいいの。大切なのは心よ。心と体は対をなす同じもの。
精神を教えることはできない。自分で習得するしかないわ。昨日の正義は今日の悪かもしれない。それが俺を捨てた理由？違うわ、あなたには関係ない。言ったでしょ、ジャック、極秘ミッションだったの。軍人は政治の道具に過ぎない。ましてや職業軍人なら任務に正義を持ち込むことはない。敵も味方もない、ただ任務でしかない。どんな命令にも従う、それが軍人よ。軍人として生きるか、兵士として生きるか。東洋では忠を尽くすという言葉がある。意味わかる？主君への愛国心、国への献身。大統領も軍のトップも不変ではない。任期が終われば変わる。忠を尽くしている限り私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手でも。ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ、ジャック。わかった。だが言わせてくれ。何？俺はスネークだ。スネーク、そう、スネークだったわね。ふさわしいコードネーム。そうだ、第二次大戦中ザ・ボスが編成した伝説の部隊もヘビだった。コブラ部隊、大戦を終結させ世界を救ったヒーロー。伝説のヒーローがサポートしてくれれば大丈夫だ。スネーク、そうだろう？わかった、ボス。あんた以上に心強い人はいない。それと、え？また声が聞けて嬉しい。そうね。ソコロフがいる北の基地へと向かい、これよりバーチャスミッションを開始する。ジャングルを進むと KGB の兵士たちと出会った。ここはすでにソ連領土だ。余計な戦闘は避けるのが賢明だ。敵に見つからないよう慎重に進み、ソコロフが囚われている廃工場へと到着する。やけに厳重に警備されていたが、内部に潜入すると無事にソコロフの元へとたどり着いた。ソコロフだな。貴様、ボルギンの手先か。あれは渡さんぞ。違う、俺は CIA のエージェントだ。 CIA だと？ああ、2年前あんたを亡命させたゼロ少佐の部下だ。彼から伝言がある。なんだ？遅れてすまないだそうだ。どういう意味なんだ？彼は約束を守る男だということさ。それより早くここから連れ出してくれ、奴らが来る前に。クルーのボルギン大佐だ。西側ではサンダーボルトと呼ばれている。我が連邦の政権奪取を狙う軍の武闘派だよ。2年前のキューバ危機以来、フルシチョフは西側との平和共存路線を進めてきた。フルシチョフは反対勢力を何とか抑え込んできた。だが農業政策の失敗で立場も危うくなってきた上、去年の11月の事件だ。ケネディ大統領の暗殺か。そしてこれを機に権力を手に入れようと画策する一派がある。その急先鋒がグルーの大佐ボルキンだ。奴はここと同じような秘密兵器設計局 OKB-81 に、通称グルアーニン設計局を抱え後ろ盾にしている。だがそれには飽き足らず、奴は私がここで作らされていた秘密兵器を奪い、権力奪取の切り札にしようと企んでいるらしい。奴らがこの演習中に行動を起こすという情報が入ってきていたんだ。大佐は必ずやってくるはずだ。その前に私を連れ出してくれ。ソコロフを無事に救出した俺はリカバリーポイントへと急ぐ。この時通信状態が悪いのか、ザ・ボスと無線がつながらないことが気がかりだった。屋敷を出たところで俺たちは兵士に取り囲まれる。そして間が悪いことに、グルースペツナズ山猫部隊のオセロットがやってきた。昔のオセロットは少し傷な一面があるが、
この時から奴の射撃の腕は正確無比で、長弾を操り KGB の兵士たちを次々と倒していった。オセロットはザ・ボスを探しに来たみたいだが、あいにくそこにいた俺を発見すると戦闘になり、そのまま俺はグルー部隊ともどもオセロットを倒した。バカ。初弾を手動で廃棄をしていたな。だが聞きかじっただけの行為を実戦で試すもんじゃない。だからジャムなど起こすんだ。そもそもお前はオートマティックに向いていない。リコイルの衝撃を肘を曲げて吸収する癖がある。どちらかというとリボルバー向きだ。アメリカ人め。だが早打ちは見事だった。いいセンスだ。いいセンス。ソコロフは KGB に守られながら、片や同志であるはずのグルーに狙われている。これはどうにも話がきな臭くなってきた。それもそのはずだ。ソコロフはシャゴホッドという単独作戦行動が可能な核搭載戦車兵器を開発していたのだ。今はまだフェーズ1までしか完成していないが、フェーズ2まで完成してしまうと、ソ連のイカレ野郎のご機嫌一つでアメリカ本土に核弾頭をいつでも発射できてしまう。もし完成すれば、また世界大戦を引き起こしかねない厄介な代物だが、ソコロフは設計図を燃やしてしまい、設計図は彼の頭脳の中だけ。もはや彼しか完成させることはできない。ソ連にシャゴホッドを開発させないためにも、何としてもソコロフをアメリカに亡命させなければいけない。こうして俺はリカバリーポイントに向かい、吊り橋を渡り始めると、向こうから見覚えのある人影が現れた。ボス。よくやった、ジャック。なぜここに？ソコロフはいただく。恥？戦友たちよ、また共に戦える。この日が来るのを待っていました。またあなたと共に戦える。おかえりボス。これで5人揃ったのに、今度は地獄の底まで一緒。血の雨。彼は泣いている。クワバラ、クワバラ、みんな喜んでいるようだ。ボルギン大佐、ようこそ我が国、我が部隊へ。ボス、これは。私はソ連に亡命する。ソコロフは亡命の手土産だ。無反動核弾頭、私への手土産はこいつ。嘘だ。その男はそいつも弟子の一人。連れて行くのか。いや、こいつはまだ幼い。我らコブラ部隊には純粋すぎる。撃てるのか。そいつは私の顔を見た。
生かしてはおけない。殺すしかない。待て、私の教え子だ。私がやる。ジャック、あなたは連れて行けない。ソコロフの設計局を襲いに行くわよ。シャゴホットはいただきだ。流されて行け。私はとどまるしかない。流された川下で何とか意識を取り戻した俺だが、ひどい怪我を負ってしまった。パラメディックの指示のもと応急処置を行い、一命は取り留めたが、まさかザ・ボスが裏切るとは。作戦は失敗だ。俺の頭上をヘリが飛び去っていき、ソコロフとシャゴホッドが奪われていくのを俺はただ見上げることしかできなかった。そしてヘリに乗っていたボルギン大佐はソコロフが監禁されていた工場に向かい、オセロットの反対を押し切って無反動核ミサイルを発射した。ザ・ボスが撃ったことにすると言っていたらしいが、自国の領土内に核兵器を撃ち込むなんて正気の沙汰じゃない。核の衝撃波は俺にも届き、遠くにキノコ雲が浮かび上がった。回収された俺は最新の ICU で治療されたはいいが、傷も治りきらないまま、わずか一週間で再び前線に送り出される。どうやら核爆弾が自国内で使用されたソ連の内情は穏やかではないらしい。共産党中央委員会第一書記のフルシチョフはアメリカ大統領にホットラインをかけ問い詰める。しかしアメリカ大統領は核の件は亡命したザ・ボスが勝手にしたことであると一切の関与を否定した。だがソ連側は俺を回収しに来たガンシップをレーダーに捉えていて懐疑的だった。もし本当に関与していないというのであれば、アメリカの手でボスを暗殺して身の潔白を証明してほしいと求めてきた。こうして俺はバーチャスミッションの汚名返上のため、そしてボス暗殺のために再びソ連領内に潜入することになった。今回俺に与えられたミッションは3つ。ソコロフの救出、シャゴホットの開発状況の調査と破壊、ザ・ボスの抹殺。こうしてスネークイーター作戦が開始された。ザ・ボスを含めたコブラ部隊の連中は精鋭揃いで、一筋縄ではいかない厄介な相手なのに、さらにソ連政府はボスと行動を共にする反対勢力で高派のグルー、ボルギン大佐の暗殺も要求してきた。ソ連内部では KGB とグルーが反目し合っているらしいが、それはそちらの都合であって、奴らは俺を便利な殺し屋か何かだとでも思っているようだ。そしてこれはどうでもいいことかもしれないが、少佐が前回のミッションで A が大脱走にあやかってつけていたコードネームのトム、これは少佐の記憶違いで、トムは劇中では失敗した人物だった。縁起が悪い名前ということで、今回の作戦では通常の名前ゼロに戻して挑むことになった。少佐の他にパラメディックも前回に引き続きミッションをサポートしてくれる。そして新たに武器とテクノロジーの専門家としてミスター・シギントも加わった。この作戦はフォックスの、いや俺たちだけではない。失敗したら米ソの全面核戦争もあり得る重大な任務だ。絶対に失敗は許されない。まずは廃工場で待っている内通者のアダムに接触を図る必要があり、合言葉は愛国者はラリルレロだ。しかし廃工場に向かう途中で
まさかの相手が待ち伏せしていた。ボス、どうしてここに？帰れ。この先には我が息子たちとグルーが待ち構えている。武器もなく任務が遂行できるはずはない。もはやお前のボスは私ではない。帰るがいい、お前のボスのもと。これでここも騒がしくなる。今のうちだ。なぜ亡命を？亡命ではない。自分に忠を尽くした。お前はどうだ？国に忠を尽くすか、それとも私に忠を尽くすか。国か恩師か、任務か思想か、組織への誓いか、人への情か。お前にはまだ分かるまい。だがいずれは選択を迫られる。お前は私を許せないだろう。しかしお前に私は倒せない。私を知りすぎているから。そのバンダナがいい証拠だ。過去を引きずると死ぬことになる。次に会うことがあれば殺す。いいか、このまま帰るんだ。一体なぜボスが待ち伏せしていた？俺が潜入する情報が漏れているのか？ボスに破壊されたドローンから上がる炎を敵に気づかれればすぐに偵察隊を送り出されるだろう。だが戦おうにも武器はボスに壊されてしまった。何も丸腰でわざわざ相手をする必要はない。俺は廃工場に急ぎアダムと接触することを優先した。たどり着いた廃工場では、アダムが来られなくなったとして、その代わりにエヴァが来ていた。だが彼女に合言葉を聞くが答えない。そうこう話している間に、兵士たちに周りを取り囲まれてしまったが、エヴァは手際よく引き金を引き、兵士たちを全員銃殺した。よろしく、エヴァ。計画と違う。アダムはどうした？あなたのコードネームは？俺はスネークだ。私はエヴァ。誘惑してみる？アダムはどうした？アダムは適任でないと判断されたの。君なら適任なのか？ええ。どうして？彼にはできないことができるから。ブルームハンドル、モーゼルミリタリーとはな。火力があるからバイク乗りには重宝するの。銃を横に構えてマズルジャンプで水平に投げ打つあの打ち方、見事だった。西にはないやり方でしょ。45か。お、これは鏡のように磨き上げたフィーディングランプ。強化スライドだ。さらにフレームとの噛み合わせをタイトにして精度を上げてある。サイトシステムもオリジナル。サムセーフティも指をかけやすく延長してある。トリガーも滑り止めグルーブのついたロングタイプだ。リングハンマーにハイグリップ用に付け根を削り込んだトリガーガード。それだけじゃない。ほぼ全てのパーツが入念に吟味されカスタム化されてる。これほどのものをどこで手に入れた？西側兵器の保管庫から持ってきたの。
元はそっちの将校のものだったんでしょうね。ソコロフを助けたいんでしょ。ソコロフは無事なんだ。ええ、引き続きシャゴホットを作らされてる。どこで？研究所よ。研究所へのルートを教えてくれ。一番安全なのは裏側から侵入するルートね。さっきから何をしてるの？近接戦闘ではハンドガンよりもナイフが有利な場合もある。こうしておけばナイフを握ったままハンドガンを確実に構えることができる。発砲とナイフファイトを瞬時に切り替えることができるんだ。よし、北に向かおう。ちょっと待って。なんだ？疲れてるんでしょ。少し休んだらどう？大丈夫だ。その体では無理だわ。夜のジャングルをガイドなしに行くのは危険よ。君は？私は戻らないと。長くは開けられないわ。不満みたいね。じゃあ少しサービスしてあげる。夜明けまで見張っててあげるわ。さ、横になって。信用できるほど君を知らない。どこまで知れば信用できるの？いや、もう誰も信用できない。出たら。無線の相手はパラメディックだった。彼女も俺に睡眠を勧めてくる。確かに本来ならまだ ICU にいる身だ。ここは素直にエヴァと医療担当者の言葉に従い、少し仮眠させてもらうことにしよう。夜明けとともにオーセロットが山猫部隊の連中を引き連れやってきた。敵部隊と戦闘になったのだが、その途中でエヴァはオーセロットの人質になってしまった。オーセロットは俺の忠告を聞いたのか、律儀にオートマティックからリボルバーに銃を変えていた。だが慣れない銃のせいで発射した弾丸の数を勘違いした。その隙をつき、エヴァを救出した俺はオセロットを倒した。逃げていくオセロットを見逃してやったが、だがそれがいけなかった。やつは証拠りもなくまた俺を待ち伏せていた。やはり来たな。ザ・ボスの情報は確かだ。お前は俺の顔に二度も泥を塗った。コブラ部隊には悪いが、お前はこのオセロットがもらう。二人っきりだ。邪魔する者はいない。オセロットは気高い生き物だ。本来群れることはない。いいか、今回は12発だ。さあ、おい。俺とオセロットが激しい銃撃戦を繰り広げていると、そこに突如ハチの大群が襲ってきた。たまらずオセロットは退却した。このハチはザ・ボスの配下であるコブラ部隊の一人、ザ・ペインのものだ。奴は無数のハチを自由に操る能力を持つ難敵だった。なんとか倒した俺は研究所へと急いだ。何度言えばわかる。ダーニャ。はい。お前が抵抗するたびにこの愛人が痛い目に遭うんだぞ。ボルギン。Thank you.
待て、バイ国土。お前の運を試してやる。この三つの銃のどれかに一発だけ実弾が入っている。続けて6回トリガーを引く。いいか。まだ運があるようだ。戦場で運を当てにするな。勝手な真似はするな。CIA の犬は片付いたのか。ザ・ペインがやられた。なんだそう。ガキとはいえ、やはりザ・ボスの弟子だな。早い方がいい。最終試験の前に消してくれ。大丈夫だ。彼らに任せる。ザフィア、任せたわ。このじいさん、ずっと寝てるが大丈夫か。余命のエネルギーは戦場のみに使う。ジエンドは普段死んでいる。時が来れば目覚める。そして、奴はジエンド。ザ・ソロ、いるの？無事研究所に到着すると、エヴァが用意してくれた白衣で変装して内部へと忍び込んだ。だがしかし、一足違いでソコロフは別の基地に移された後だった。ソコロフのいるはずの場所には代わりに兵器開発者のグラーニンがいた。彼はソコロフに仕事を奪われた悔しさから、やけ酒を浴びてかなり酔っ払っている。俺がアメリカから来たエージェントだと気づくと、自分が開発したメタルギアの原案の方がソコロフのシャゴホッドよりも優れていると饒舌に語り出す。さらには嬉しそうにシャゴホッドの破壊も頼んできて、ソコロフの居場所を教えてくれた。どうやら上層部が自分の案ではなく、ソコロフのシャゴホッドを採用して開発に賢者の遺産が導入されたのが気に入らないようだ。賢者の遺産だ。大佐はその莫大な遺産を引き継いだのだ。奴の親父は大戦後のどさくさに紛れてそれらの遺産をいただいた。ボルギンはそれを違法に相続したんだ。この設計局のあらゆる兵器開発費は全てその大佐の懐から出ている。私の研究資金もその遺産から出ていた。出ていたんだ。金も人員も全てシャゴホッドに回され、いよいよ明日最終試験だ。ソコロフがボルギンの本拠地大要塞グロズニーグラードの兵器廠で最終調整している間、私はここで敵のスパイ相手に酒を飲むしかない。ソコロフはそこに移されたのか。ああ、シャゴホッドもそこにあるんだな。そうだ。おい、グロズニーグラードへ行く気か。死ぬぞ。そのつもりはない。待て。なんだ。人の話を聞け。手を貸してやろうと言うんだよ。要塞への侵入ルートを教えてやる。その代わり、
必ず奴を連れ出しシャゴホッドを破壊してくれ。こいつをやろう。あんたここへ来るのに倉庫を通っただろう。ああ。そこに鍵がかかった扉があったはずだ。一度倉庫まで戻れ。それから鍵のかかった扉を開けて先へ進むんだ。わかったか？なぜ俺に協力を？私はソコロフのように亡命を考えたことなど一度もない。私はこの国が好きだ。私はこれからもこの偉大な祖国の英雄でいたいのだ。もう夜明けだ。急ぐといい。私はもう少しここで飲ませてもらう。資本主義に。グラニンと別れ、彼が教えてくれたソコロフが連れ去られた基地に向かい、密林を進む。ジャングルの中ではコブラ部隊のザ・フィアーやジ・エンドが待ち伏せしていたが、苦戦しながらも俺は奴らを破った。こうしている間にもシャゴホッドの最終調整が行われている。俺は地下壕から基地内部に侵入するための鍵をエヴァから受け取る必要があった。そのために俺たちは近くの廃墟で落ち合うことになった。あら、早かったのね。その傷は？大佐に。まさかバレたのか？だったら生きてはいないわ。この傷はどこで？こっちに亡命してから。いや、もっと古い傷だ。 NSA は内勤だろう。どこでこんな傷を？知りたい？うん。教えない。いい女に秘密はつきものよ。そんなことより急いで、シャゴホッドのフェーズ2の実験が始まる。実験を邪魔しようとする動きがあるわ。例の鍵よ。これで地下壕への扉が開くわ。あなたとキスしたらきっと獣の味がするわ。ソコロフはグロズニーグラードのどこにいるかわかるか？要塞の中心部、兵器廠よ。潜入するには東島から本島に入って、本島の2階から渡り廊下を通ればいい。でも一つ問題があって。まだか。西島のセキュリティは最高レベルなの。大佐クラスでないと入れない。イワン・ライデノビッチ・ライコフ少佐、彼に化けるといいわ。どうやって？彼の服装を奪えばいい。セカ校も近いから大丈夫。顔は似てないけど、変装の方法は考えて。わかった。だがソコロフを連れ出せたとして脱出方法は？上官からは君が用意すると聞いているが。ちゃんと準備してあるわ。北に30マイルのところに湖があるの。そこにウィグが隠してある。そんなもの俺は飛ばせないぞ。大丈夫、私は名パイロットよ。分かった。脱出については任せよう。俺はグロズニーグラードへ向かう。待って、聞いておきたいことがあるの。ザ・ボスとはどんな関係だったの？俺の親であり師匠だった。恋人でもあった？それ以上の存在だ。それ以上？俺の半分はザ・ボスのものだ。好きなの？そういう感情じゃない。嫌いなの？好きか嫌いか、そのどちらかでないといけないのか？そうよ。男と女の間柄はね。10年生死を共にした。とても言葉では言えない。そんなザ・ボスを
殺せるの？スネーク、恋人は？好きな人はいるの？他人の人生に興味を持ったことはない。ザ・ボスには興味を持った？彼女は特別だ。そう、私はどうなの？君こそどうなんだ？私は任務のためなら人を好きになれる。どうしたの？基地全体に警報がけたたましく鳴り響く。エヴァはスパイだという正体がバレないように急いで内部に戻る必要があり、俺と別れた。奴らは俺がここまで侵入できたことに焦り始めている。しかしアメリカ兵が単独でソ連の領内にここまで侵入できるとは考えにくく、内部にスパイがいると気づき探し始めた。エヴァの正体がすぐにバレることはないだろうが、いつまでごまかし通せるかわからない。とにかく先を急ごう。基地内に侵入するとコブラ部隊の炎を操る元宇宙飛行士のザ・フューリーと戦闘になり倒した。エヴァの指示通りライコフ少佐から軍服を奪うと変装してさらに基地の奥へと進んでいく。これだ。約束は守るわ。それは私を殺すのか？知らんのだ。イサンのことは大佐しか知らんはずだ。そう、やめろ。誰だ？あんた、CIA の。なぜここに？必ず助ける。あの時そう言っただろう。だが遅すぎたようだ。遅すぎた？まさかシャゴホッドが？フェーズ2の最終調整は完了してしまった。ソコロフ、フェーズ2とは一体？中距離弾道弾射程合成遠心システム、そう呼ばれている。シャゴホッドはあらゆる地表から核ミサイルを発射する核搭載戦車として設計された。だが一つだけ解決できない難問があった。現在の大陸間弾道弾はシャゴホッドへ搭載するには大きすぎたのだ。そこで考案されたのがフェーズ2だ。一体どうやって？加速するんだ、シャゴホッド本体を。加速？フェーズ2ではシャグホッド本体へロケットブースターユニットを装着する。このブースターによってシャグホッドは最高時速300マイル以上で地上を走ることができる。あの巨体が300マイル以上で？そうだ。そしてその高速走行状態から核ミサイルを射出する。約3マイルの滑走路、あるいはそれに準ずるものがあればこの連邦のどこからでもアメリカ全域に熱核兵器を落とすことができるのだ。まさに悪魔の兵器か。格納庫に完成したプロトタイプがある。今のところあの一機だけだ。だがボルギンはあのプロトタイプをもとに量産化しようとしている。奴には莫大な資金がある。量産体制はすぐに整うだ。あれが世界に解き放たれれば直ちに各地で火の手が上がるだろう。冷戦は終わり、
全世界が灼熱の戦争で焼き尽くされる。ウォルギンとシャゴホットがその中心だ。分かったろ、遅すぎたんだ。いや、まだ遅くはない。何？諦めるな。あれを破壊すればいいんだ。この施設ごと量産される前に。そうだな。ロケットエンジンに使う液体燃料のタンク、あれを爆破することができれば、 C3 爆薬なら格納庫ごと吹っ飛ぶ。どこにある？女スパイが盗んだ。さっき来ていた。エヴァ？いや、そういう名前ではない。タチアナという女だ。ボルギンの愛人としてここに潜り込んでいる。あんたの愛人じゃないのか？私の？違う、彼女はボルギンの愛人だ。タチアナとはいつから？ほんの数週間前だ。バーチャスミッションの数日前。あの女はフルシチョフが派遣したスパイだと言っていた。何を渡した？シャゴホッドの実験データの全てだ。必ずシャゴホッドを破壊してくれ。大切なことだ。ああ、だがまずはあんたの安全を確保する。いや、私は行かない。俺の任務はあんたを助けることだ。いいんだ、ソコロフ。家族もアメリカにいる。しかしアメリカに逃げたとしても、私はまた新たな殺戮兵器を作る羽目になる。正直疲れた。そうさ、ここで何をしている？部屋で待っていたんだぞ。誰だ？とぼけなくてもいい。騙し通せると思った。少佐のことは誰よりもよく知っているからな。ここは何だ？長く自分を偽ると侵食される。常に自分を見失わないことだ。手を出すな。さすがはザ・ボス。これは柔道の一種か？いや、 CQC と呼んでいる。接近戦での基本だ。私とこの男で編み出した。見事なものだ。あとは私に任せてもらおう。殺すのか？当たり前だ。だがその前に、ワニの苦しみを償ってもらおう。意識を失った俺は捕らえられ拷問され続ける。無駄だ、そいつは口を割らない。
いい遺産のありかだろう。二度の大戦を通じて三大国が出し合った秘密資金だ。それが貴様の目当てだろう。賢者の遺産は私が守っている。このクロズニーグラードの地下金庫でな。貴様ごときに手は出せん。発信機誰だ、こんな小賢しい真似を。私よ。こいつの動きを知るために私がつけた。ボス、疑うわけではないが、状況が状況だ。あんたがこいつとグルではないという確証が欲しい。私を疑うというのか。いや、どうして欲しい。目をえぐれ。そいつのその青い目が気に入らん。兵士にとって目は大切だ。師匠として弟子の兵士生命を絶つ。それもいい、感動のエピソードだ。やめて！これはこれは、なぜかばう。お前がスパイだ。何のこと？やめて！オセロット、ターニャが欲しいのか？いえ、この女に興味はありません。試してみたいのです。行くぞ。これで思い通りになったか。気分直した。私の部屋へ来い。大佐の拷問に耐えた。タイにいたやつを見て初めて分かった。悪くない、究極の表現法だ。脱出路を用意したわ。ここを出て西へ向かって、それから渡り廊下の下をくぐって北へ行くのよ。マンホールが開けてある。黙って、装備も私が回収してある。後で合流しましょう。エヴァ。でも私は独房へは近づけない。脱出はなんとか自力で。装備を取り上げられ牢獄にぶち込まれたが、俺はすぐに鍵を開けて脱獄した。幸い取り上げられなかった無線でエヴァに連絡を取り、脱出路を聞くと、俺は急ぎマンホールの中を進んだ。しかし脱獄に気づいた大佐は追っ手をよこしてきたのだ。
この時を待っていた。誰も手を出すな。これで終わりだ。一か八かで川に飛び込み、なんとか窮地を脱する。だが、休む間もなくコブラ部隊のザ・ソローが現れた。ソローの幻影なのか、今まで倒したはずの死者が蘇り、次々と怨霊となって襲いかかってくる。幻覚攻撃に力尽きた俺は、川辺で再び目を覚ます。ソローとの戦いは、川で溺れ死にかけた際に見た幻影だったのだろうか。無線でソローについて聞くと、彼は2年前にボスに撃ち殺されてすでに死んでいた。太平洋戦争時代、ボスとソローは盟友だったが、時代とともに所属する国の事情が変わったのだ。ボスは任務とはいえ、かつて愛した男を殺害しなくてはいけなかったのだ。俺はエヴァと無線で連絡を取り、川上にある滝の裏の洞窟で落ち合うことになった。はじめまして、スネーク。私がタチアナ。あなたの装備品よ。ずぶ濡れだぞ、エヴァ。そういうあなたもね。どうだ？私はいい。蛇は嫌いか。食べるのはね。どうなんだ、自国相手にスパイするというのは。いい気持ちはしないわ。でも仕事だから。任務でも蛇は食えないか。あなたなら食べたい。この任務が終わったら、美味しいディナーをご馳走してね。何がいい？そうね、寿司とかどう？寿司？日本の食べ物、最近流行ってるみたい。魚を生で食べるそうよ。生で？サバイバルな国だな。うん。スネーク、ありがとう。私、あなたの目になる。気にすることはない。大丈夫。見えないわけじゃない。片目があれば銃は撃てる。そう、よかった。エヴァ、君が奴らから爆薬を盗んだと聞いたな。C3、 西側の高性能爆薬よ。粘土みたいに形が変わるの。どう？これ。シャゴホットのブースターユニットには液体燃料を使うわ。そのタンクが兵器廠の本と、シャゴホットの格納庫にあるの。そのタンクを爆破する。そういうこと。格納庫ごと潰すには、すべてのタンクに爆薬をセットする必要があるわ。4箇所すべてにか？あなたならやれるわ。フェイズ2の実験が終了したから、科学者たちは口封じのために殺されるかもしれない。破壊を急いだ方がいいわ。分かった。
エヴァ、ソコロフからシャゴホッドのデータを受け取ったな。ええ、それが任務だから。フルシチョフか。そうよ、アメリカには必要ないものでしょ。もう一つの任務も忘れてないわ。あなたのサポート、うん、ソコロフを助けに行った時のこと覚えてる？東棟の2階から本棟へ入ったところに鍵のかかった扉があったでしょ。ああ、そこがシャガホットの格納庫への入り口よ。これで扉が開くわ。本棟へ入ったところにある扉だな。わかった。それじゃ行きましょう。ターニャ、見つかるなよ。ん？これボタン式のカメラ、保険よ。あなたが裏切らないための。おい、何？また濡れるぞ。俺はシャグホットを破壊するために再び基地内に戻り、格納庫に潜入する。液体燃料に C3 爆弾を設置している間に、エヴァは脱出ルート確保のため鉄橋に爆弾を仕掛け準備してくれた。無事に4つ全ての C3 爆弾の設置を完了させると、タイマーを起動して脱出しようとしたのだが、スネーク！どうして戻ってきた？この女、地下金庫をうろついていた。捕らえてみると面白いものを隠し持っていた。賢者の遺産だ。このマイクロフィルムに遺産のすべてが収められている。このフィルムがまさに賢者の遺産そのものなのだ。匂いだ。匂いで分かった。ガソリンの匂いだ。バイク用のな。この女がスパイだったとは。何でも言うことを聞いたな。私の言いなりだった。うわっ！そうだな。賢者の遺産とは何だ？よかろう。殺す前に教えてやる。先の大戦、米中その真の権力者たちの間に秘密協定があった。枢軸国に勝利し、その後の世界を動かすための協定だ。三国は大戦の勝利を決定づけるため、互いの資産を出し合って、表に出せない様々な裏工作や研究を共同で進めた。そしてそれらを可能にする莫大な資金、あの大戦をあと5回は繰り返せるほどのな。それが賢者の遺産だ。大戦にケリをつけた後、三国は賢者の遺産を分け合うことになっていた。だが我々ソ連は間抜けな他の2国を出し抜いた。莫大な資金、最先端の研究、圧倒的な力、それらは我々にこそふさわしい。私はその秘密を知り、マイクロフィルムを手に入れた。それらの資金を使ってブレジネフたちと手を組み、このグロズニー・グラードとグラーニン設計局を建設した。しかし無能なグラーニンは結果を出せず、
フルシチョフの飼い犬、ソコロフの技術、シャゴホッドが必要になった。ザ・ボスも私の意思に同調してくれた。世界はもともと一つだったのだ。だが賢者たちの対立により世界は二つに分かされた。我々は遺産を使い引き裂かれた世界を一つにする。そのためには力が必要だ。世界をまとめるに足る絶対的な切り札が、それがシャゴホッド、そしてコブラ部隊だった。コブラ部隊は失ったが、私にはまだシャゴホッドと遺産がある。アメリカごときに我々は止められぬ。ボス、これを安全なところへ。こいつがのこのこと戻ってきたということは何かある。細工がないかどうか調べてくる。この女は私が始末する。私に任せなさい。大佐、戦士らしく戦いなさい。もちろんだ。私にやらせてください。この時を待っていた。待ちわびていた。待て。こいつは私の相手だ。お前はそこで見てろ。いいか。さあ、私に。無論。せっかくの決闘が趣向を凝らす。さあ、これで二人きりだ。存分に楽しませてもらうぞ。ずれついにボルギン大佐と一対一で戦うことになる。奴はサンダーボルトの異名通り電気を利用した攻撃で俺を苦しめたが、爆発ギリギリで何とか倒すと格納庫から急ぎ脱出する。ボスが、なぜ。後で話すわ。湖の脱出機に急がないと。まだだ。俺の最大の任務が残ってる。ザ・ボス、その湖にいる。彼女はそこにいる。あなたを待っている。あの人とは戦ってほしくない。でもあなたたち二人が特別な関係なのは分かった。男女を超えたもっと深い。
私には分からない関係。私は伝言を頼まれた。行きましょう。基地内を駆け抜ける俺たちのバイクをオセロットが追いかけてきた。まったくしつこいやつだ。激しいチェイスと銃撃戦の末、オセロットは崩れ落ちる鉄骨に巻き込まれそうになるが、俺は RPG をぶち込み奴を助けた。奴はまだ若い。死なすには惜しい男だ。シャゴホッドを順調におびき寄せているが、あれは移動戦車なんて生優しいものじゃない。とんでもない化け物兵器だ。分厚い装甲でヘリや輸送機と激突してもびくともしない。それどころかロケットで加速してスピードを上げ追い詰めてきた。鉄橋はもうすぐ、チャンスは一度きりだ。俺とエヴァは鉄橋を素早く渡り切ると、爆弾で鉄橋もろともシャゴホッドを下に落としたのだが、シャゴホッドは健在だった。あの巨体で跳躍すると俺たちの前に再び立ちふさがる。俺はデカブツ相手に RPG を撃ち込み続け、破壊を試みるのだが。カット。いや。降りて。何？私があれを引きつける。かかってきなさい、このテクノモ。ボルギン大佐は RPG を打ち込まれてもまだ生きていた。しかし最後は落雷により自ら発火して自滅した。ほっとしたいところだがまだ早い。追っ手の兵士はまだまだやってきた。俺たちは再びバイクで走り出し、全力で脱出ポイントへ向かい逃走する。どうやら巻いたらしい。喜んでられないわ。燃料が漏れている。まずい。エヴァ！ここよ。スネーク、どんな具合？優しさのかけらもないよね。あなたは。俺は大丈夫だ。よかった。すぐにここを離れなければ。エヴァ、逃げるぞ。私は置いてって。ダメだ、逃げるぞ。湖はまだ遠い。私は無理。初めてだな。初めて君が弱音を吐くのを聞いた。何それ。いいか、エヴァ。一緒に行くんだ。エヴァ、君の力が必要なんだ。もう一度言って。君が必要だ。俺はウィグを操縦できない。世話の焼ける男。
素早くエヴァに応急処置をして、彼女もなんとか歩けるくらいまでは回復した。そしてウィグがある脱出ポイントまでたどり着いた。しかしここでは、ザ・ボスが俺との決着をつけるために待っていた。待っていたわ、スネーク。ずっと、あなたの誕生、成長、そして今日の決着を。ボス、どうしてなんだ？どうして？世界を一つにするためよ。政府の体制、時代の流れで敵味方がまるで風向きのように変わる。こんなバカな話はない。思い出せ、私がコブラ部隊を率いていた頃、ベースは同盟国だった。そして想像してみろ、21世紀にベースが変わらず敵対してるかどうか。おそらく違う。時代によって、時流によって敵は変異する。その中で我々軍人はもてあそばれるのだ。お前を育て鍛え上げたのも、私とお前が戦い合うためにしたことではない。我々の技術は仲間同士を傷つけるためにあるのではない。では敵とは何だ？時間には関与しない絶対的な敵とは。そんな敵は地球上には存在しない。世界は一つになるべきだ。かつてのコブラ部隊のように。彼らという家族がいる。もう子供は産めないが、私には家族がいる。1951年11月1日、私はネバダの砂漠にいた。原爆実験へ参加するために。スネーク、お前も被爆したな、ビキニ干渉で。それがお前に惹かれた理由でもある。お前と私は同じだ。1960年、私はあるべき未来を見た。宇宙から、ソ連が人類初の人工衛星スプートニクの打ち上げに成功したのはその3年前だ。ソ連の有人宇宙飛行の成功は目前と言われている中、アメリカはまだチンパンジーをロケットに乗せた実験を繰り返していた。政府は人間のデータを欲しがった。選ばれたのは私だった。当時の宇宙船遮断技術は不十分で、乗員の被爆は避けられなかった。だから私が選ばれたんだ。すでに被爆していた私がな。教科書には載らない裏の歴史だ。その時、私は宇宙からこの星を見た。そしてすべてを悟った。地球には国境などどこにもない。まして冷戦や東西の線引きなどどこにもない。共産主義も資本主義もない。それが世界のあるべき姿だ。だが現実の世界は私を裏切り続けた。1961年、私はキューバ、コスチノス湾に送られた。だがアメリカ政府は裏切った。腰抜けの大統領は航空支援を取り消し、部隊は孤立無援のままキューバ軍に壊滅させられた。私はそれを黙って見ているしかなかった。私ははめられたのだ。あれだけ尽くした国に、命まで捧げた政府に。そして2年前、かつての戦友ザ・ソローと対峙した。彼は仲間だった。だがどちらかが死ななければならなかった。選択の余地はなかった。ザ・ソローは私のために命を絶った。お互い恨みなど何もない。どちらかが死んでどちらかが生き残る。それが任務だった。20世紀初頭、アメリカと革命直後のロシア、そして当時の中華民国を動かす実力者たちが集まった。後に賢人会議と呼ばれる極秘会談。その秘密協定が賢者たちの始まりだ。
すべてを教えてくれたのは私の父だ。彼は賢者たちの一員だった。そう、私は賢者たちの最後の娘なのだ。しかし、その父も真実を私へ伝えた後、実体のない組織に命を奪われた。だが、賢者たちが私から奪ったのは父だけではない。1944年6月、私とコブラ部隊はノルマンディ上陸作戦に参加した。当時私は妊娠していた。父親はザ・ソロ。出産は戦場でした。元気な男の子だった。だが息子は取り上げられた。賢者たちに。この傷を見るがいい。私が母親となった証拠だ。体も子供も国に捧げた。こんなに自分のことを話したのは初めて。ありがとう。黙って聞いてくれて。嬉しい、スネーク。例の作戦を開始しろ。私はお前を育てた。お前を愛し、武器を与え、技術を教え、知恵を授けた。もう私から与えるものは何もない。あとは私の命をお前が奪え、自分の手で。どちらかが死に、どちらかが生きる。勝ち負けではない。生き残った者が後を継ぐ。私たちはそういう宿命。生き残った者がボスの称号を受け継ぐ。そしてボスの名を継いだ者は終わりなき戦いに漕ぎ出していくのだ。10分間、時間をやろう。10分後にミグがこの場所を爆撃する。ジャック、人生最高の10分間にしよう。ボス、お前は戦士だ。任務を遂行しろ。お互いの忠を尽くせ。さあ来い。ボスと俺は互いに死力を尽くし戦った。降り注ぐ死の灰と一面を覆い尽くす大天菜の白い花が印象的で綺麗だった。この戦いが永遠に続くかと思われるほどの接戦だったが、俺はついにボスを倒した。ボスは最後に賢者たちの遺産が記されたマイクロフィルムと愛獣のパトリオットを俺に託し終えた後に、私を殺してと、そう言ったんだ。ボスは二人もいらない。ヘビは一人でいい。ボスは死んだ。この時の感情は思い出したくない。俺はエヴァの元に向かい、ビグに乗り込むと機体は発進した。言ったでしょ、信用してって。押せろと。クソ、オセロットの執念深さには見上げたものがあるが、俺も黙ってやられるわけにはいかない。肉弾戦での激しい戦闘だが、しかし CQC の格闘スキルでは俺の方が上だった。奴は自分が劣勢になると銃を抜いた。丸腰の奴を撃つのは気が進まない。仕方ない。うまっ。お前と
最後の勝負がしたい。いいだろう。お前、名前は？スネークだ。違う、そうじゃない。お互い蛇と山猫では示しがつかない。俺の名前はアダムスか。お前はジョンだ。ありふれた名前だ。忘れ。来い！俺の方に運が回ったようだな。また会おう、ジョ。ウィグで脱出した俺たちだが、そこにソ連のミグ戦闘機が迫ってきた。後ろを取られロックオン。絶体絶命の状況で死を覚悟したのだが、オエラ方の命令でミグは急遽引き返していき、俺たちは無事にアラスカへと脱出することができた。これからどうする？ KGB に戻るのか？どうしてほしい？アメリカに戻るつもりは？戻れない。私はこの国を捨てたもん。君はアメリカを救ったんだぞ。あなたとね。それにディナーの約束をした。それも任務？それとも命令？それともあなたのお願い？それってプロポーズ？誰の命令も聞かないわ。朝を迎えるも、そばにエヴァの姿はなかった。ボスから託された賢者たちの遺産のマイクロフィルムもなくなっている。どうやら、最後の最後で出し抜かれてしまったようだ。テーブルの上には、グッドバイのメッセージカードとテープが残されていた。俺はそのテープを再生した。謝らないといけない。私はフルシチョフに送り込まれたスパイではない。私は中華人民共和国人民解放軍総参謀部第2部のスパイ。私の任務は大佐が隠していた賢者の遺産を奪うこと。そのために KGB のスパイとして潜り込んだ。賢者の遺産はもともと米中ソ共用のものだった。ソ連やアメリカの独占を許すわけにはいかない。中国政府もその莫大な遺産に注目していた。遺産のマイクロフィルムは手に入れた。それとシャゴホットの核ミサイル発射データもね。全てはうまくいった。あなたの協力で。私が政府から指示された任務は遺産の入手と真相を知っている者を全て始末すること。つまりあなたをも殺さなければならない。でもそれはできない。あなたと愛し合ったからじゃない。あなたに命を救われたからでもない。あの人との約束を守るため。ザ・ボスとの約束。これだけはあなたに言わなければならない。
そしてあなたには生きてもらわなければならない。スネーク、いい。彼女はアメリカの裏切り者ではない。いいえ、彼女はむしろ国のために死んでいった英雄。彼女は全て覚悟の上で任務を遂行した。自己犠牲、それが彼女の務めだった。ザ・ボスを超える称号、君にビッグボスの称号を与える。君は真の愛国者だ。我が軍にもフォックスのような潜入部隊を編成すべきだと思うんだが、彼のような極秘裏に潜入して任務を遂行するソルジャーとエージェントを兼ね備えた。ザ・ボスの亡命はアメリカ政府が仕組んだ偽装亡命だったの。アメリカ政府は賢者の遺産を手に入れるために大きな芝居を打った。偽装亡命はうまくいった。ただ、思いもしない事態が起こった。ボルギン大佐がソコロフ設計局に向けてアメリカの核弾頭を撃ち込んだ。アメリカ政府はフルシチョフから潔白を求められた。アメリカ政府の潔白を証明するためにザ・ボスは抹殺されなければいけない。生還は許されなかった。自決も許されない。あなたに愛した弟子によって命を絶たれる。それが政府の望んだ遂行されなくてはならない彼女に課せられた任務。彼女は汚名を着せられたまま葬られる。後の世紀まで彼女は語り継がれる。アメリカでは恥知らずの売国奴として、ソ連では核兵器を撃ち込んだ狂人として、表の世界史に犯罪者として永久に記録される。誰にも理解されないまま、それがザ・ボスの最後のミッション。でもあなただけには伝えたかったのだと思う。あなたの記憶の中には残りたかったんだと思う。軍人としてではなく、女として。だけど自分の口から伝えることは禁じられていた。それで私に真実を。歴史には記録されない、誰にも伝えられることのない、あなたの心だけに残す彼女のデブリーフィング。全ては国のため、祖国のため、名誉も命も捧げた。今回の戦いの後、ザ・ボスの意志を受け継ぎビッグボスとなった俺は、後にフォックスハウンド部隊を設立する。さらにはアウターヘブン放棄やザンジバーランドの騒乱へと物語は続き、メタルギアをめぐる戦いは激化していく。いかがでしたでしょうか。この作品は今でも私の中で最高の作品であり、
改めて興味を持っていただいた方は、ぜひメタルギアシリーズを実際にプレイしていただけると嬉しいです。長時間お疲れ様でした。それではまた会おう。はい、グロズニー・グラードもグラーニン設計局も跡形もなく。確かに。ですが必要な犠牲でした。ええ、確かにザ・ボスの処理は CIA の手で、ホワイトハウスも満足しているはずです。フルシチョフはこれで終わりです。次はあなた方の時代。そう、全ての真相を抑えることはアメリカ大統領の首根っこを抑えることにもなります。今後の外交にも切り札が。それでは KGB 局長、また。私です。ザ・ボスは見事に任務を全うしました。賢者の遺産は無事我々アメリカの手に。この資金があれば、ええ、賢者たちを再開できます。中国側には偽のフィルムをつかませました。今頃中国政府は大慌てでしょう。はい、アメリカ側に戻った資金はまだ半分です。まだ KGB に遺産の一部が。ええ、例の兵器は廃人。そうです、こちらから持ち込んだデイビー・クロケット、グロズニー・グラーグ、それもザ・ボス。それとグラーニンから面白いものを手に入れました。全く新しい核攻撃システムです。いずれ役に立つ日が来るかと。はい、ジョン、いえ、スネークのおかげです。フルシチョフもそう信じています。我々の嘘、ことを荒立てる様子はありません。第二戦備体制も解除されました。ソ連側も私の正体には気づいていません。私が三重スパイ、トリプルクロスであるとは。引き続き新政権とのコンタクトを続けます。誰も私をアダムだとは気づいていないようです。ええ、それでは CIA 長官。